韓国光州で開催される2019年世界水泳選手権組織委員会が16日、組織報道官にソン・ベクユ氏を選任したと明らかにした。組織の公募で選任されたソン報道官は2018年平昌冬季五輪でも報道官として活躍した。ソン報道官は国際水泳連盟をはじめ、国内外のメディア対応や組織委員会の広報としての役割を果たす。孫報道官はソウル生まれで高麗大学体育教育学科を卒業し、米ノースカロライナ大学体育学修士を取得した。SBS スポーツチャンネル総括局長、中央放送 JTBC ゴルフチャンネル本部長などを歴任した。